クライペダは、ネマン川河口に近く、バルト海に面したリトアニア西部の港湾都市。クライペダ軍の中心都市であり、同国唯一の港湾都市である。ドイツ名はメーメル、またはメーメルブルク、ポーランド語ではクワイペダ。ハンザ同盟の重要な都市として、古くから交易上の要衝である。人口は185,899人で、 1989年の202,900人から減少傾向にある。ほとんどの住民はリトアニア人である。今日クライペダはスウェーデン、デンマーク、ドイツ、ポーランドと連絡する主要なフェリー港である。クライペダはダネ川の川口近くに位置してドイツ、イギリス、デンマークにあるような巨悪の柱が使われる建築に飛んでいる。クライペダ近郊には リトアニアで人気のある海岸リゾート地のパランガやニダおよび世界遺産に登録されたクルシューサス国立公園がある。クライペダはバルト族により12世紀に創建された。長い間クライペダは東プロイセンに属し、その間メーメルと呼ばれていた。このバルト海の港町は1252年にドイツ騎士団によって創建され、 カストルム・メルメレの名で記録に残された。1254年にメーメルは、ハンザ自由都市となり、1257年には、リューベクト司法を承認した。この地域は、ドイツ騎士団によりキリスト教に改修させられた。1422年のメルの海平和条約により、プロイセン公国とリトアニアの国境が定められた。メーメルは、プロイセン領となり、 この国境線は1919 19年まで変わらずに残った。これはヨーロッパにおける最も長く変更されなかった国境線の一つである。1474年の初めにはメーメルはプロイセン州の都市としてクルム法に基づき統治されていた。1525年にメーメル公尺領はアルブレヒトによりルター派地域となる。これが 町と港湾の長年にわたる発展の始まりを告げた。なぜなら、プロイセン公国は、ポーランドの最地であり、後には、ポーランド・リトアニア共和国の一部となったからである。ダネ川の川口近くに位置するという利点を活かし、この国境の都市は、近隣のリトアニアに貿易港としての役割を務めた。 繁栄の時代は1629年から1635年にかけてメーメルがスウェーデンの攻撃により損害を受け占領された時に終わった。メーメルは幾度も再建されたが75年後には多くの人がペストで死亡した。18世紀初頭にスウェーデンに再び占領されたが1720年にプロイセン王国の領土として確定した。 20世紀初頭の街並み1871年にプロイセン王国を主体にドイツ統一が達成されるとメーメルはドイツ帝国の中で最も東北部に位置する都市となった第一次世界大戦後の1919 19年敗戦国のドイツ領であった統治は連合国の保護下に置かれベルサイユ条約締結によりメーメル及びその周辺はドイツから割上された 割情地は国際管理地域としてフランスによる委任統治のもとに置かれフランス軍が駐留する中で地方自治が行われていたしかし1923年にブドリュス大佐指揮下のリトアニア軍が侵攻しリトアニアに編入されたフランスは自治権の保持を条件にメーメルラントを放棄し連合王国もリトアニアへの編入を追認し リトアニア領クライペダとして国際承認された。ドイツ人の人口が多かったクライペダでは、1938年の選挙でナチ党が勝利し、1939年3月22日、ドイツ第3帝国に併合されて、ドイツ領メーメルとなった。この併合は、オーストリア併合と、及びチェコスロバキア解体の後に行われ、第二次世界大戦前に、 ドイツが平和裏に獲得した最後の地域となった。リタス記念校貨、クライペダが描かれている第二次世界大戦中、1944年末から1945年にかけて連合国の勝利が目前となった頃、東部戦線の戦線が近づくにつれて、ドイツ人住民は引き上げを余儀なくされた。1945年1月28日、クライペダは、 ソビエト連邦の赤軍に占拠された。大戦後、メーメル地域は、東プロイセンの他の地域とは違い、カリーニングラード州の一部とはされず、リトアニアソビエト社会主義共和国に編入され、リトアニアソビエト社会主義共和国領、クライペダとなった。この地域に残っていた、ドイツ系住民は、シベリアに送られるか、ドイツへ追放されるとした。ソ連は、 バルト海東岸の不登校であるクライペダをヨーロッパ地域最大の漁業地域圏海軍の拠点にした。1950年頃までにソ連の海港として近代的な大造船所や漁港が再整備され、1950年代末までに人口は戦前の2倍に膨れ上がり、そして1989年には20万3000人に達した。 第二次世界大戦の影響から、ほとんどすべての住民は、ロシア、ベラルーシ、ウクライナ、そして、リトアニアといった地域から流入していた。はじめはロシア語話者が姿勢を担っていたが、スターリンの死後はリトアニアから他より多く人が集まったため、リトアニア人が最も多い民族となった。とはいえそれでも、リトアニアで人口10万人を超える都市の中では、暗いペダが最も、 ロシア語を母国語とする人の割合が大きい。1970年代まで、クライペダは、経済面でのみ、重要視され、文化活動や、宗教活動は、最小限に抑えられ制限されていた。多くの教会は、第二次世界大戦中に損害を受け、さらに、ソ連占領中に取り壊されており、ローマカトリック教会を広めようとした者は逮捕された。その後、 文化活動は1970年代から80年代にかけて発展し始め、海の祭りなどが模様されるようになっていった。1990年にリトアニアがソ連からの独立回復を宣言し、1991年にクライペダ大学が設立される。今ではドイツ語とリトアニア語の2カ国語協会、ヘルマン・ズーデルマン・シューレも作られている。 クライペダコート造船所のウキドックドイツ、デンマーク、スウェーデン、ポーランドへの航路が存在する。近郊公共交通網としてバスが運行される。バスはボルボ車またはダイムラーベンツ車のものがよく使われる。また路線タクシーも利用されている。路線タクシーとはフォードトランジットバスのような大きさで特定の路線に運行されるものである。運賃は 乗客一人当たりに定められている。路線タクシーの運賃は、1日あたり1リタス、深夜料金は2リタスである。利用距離には限定はない。クライペダには1875年に鉄道が開通した。パゲギャイ及びポゲーゲンに通じる路線は、第一次世界大戦まで唯一の鉄道路線であった。今日では、近郊路線だけが運行されている。今日、 最も重要な鉄道路線は、シャウレイ経由で、ビリニュースへ通じる路線である。この路線には、毎日3本の遠距離列車、及び3本の地域内列車が運行されている。運行主体は、リトアニア鉄道である。バスターミナルから、シャウレイ、シルーテ、ビリニュース、リガ、リエパーや、ポーランド、ドイツ、ロシアのカリーニングラードへの路線バスが出ている。バスターミナルは、 クライペダ中央駅のすぐそばにあるターミナルからは近郊の都市との路線バスも多く発着する旧市街ありがとうございます